プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その1週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。はいどうも、今東舞鶴駅という駅に来ています。ちょっとね、今日は出かけてきたいと思います。なんかね、どうやら紫陽花がねすごく綺麗なお寺だそうなので、ちょっと楽しみですね。ちゃんと自転車5番のところに止めたのを覚えとかなあかん。ほんま4番に止めようと思ったんやけどね、なんかね変に原価継ぐとこあるので4番嫌やなと思って5番に止めました。じゃあ行ってきたいと思います。お、これやね、野口山行きに乗ります。ボタン押すんですよこれ。でちゃんと閉める。はい、毎度お越しやすつららん、わざっかやつららの職人承知でございます。今日はね、あるところに来ています。これなんて読むかわかりますか？わからんやろな、これね。はい、ブッブー、これはイサと読みます。読まれへんよね。今日ね、ちょっとね、あるところにね行ってきたいんですよね。天気がね、悪くて雨降ってるんですけど、ちょっと今から行ってみたいと思います。すごく田舎の駅です。めちゃめちゃ田舎の駅やで。なんかね、これ改札あるんかな。手渡しかな。まあ言うてね、うちの、地元の東舞鶴駅も、自動改札ないんですけどね、絶対これ手渡しやで。ちょっと今日曇りのはずやってんけど雨がな。どうやろこれ。一応折りたたみ傘持ってきてるけど、ここ改札ない。ええ、これすごくない？これ改札ないで。ほら、え、すごい性善説や。改札がない。ただ乗りできるでこれ、やろう思ったら。やばくない？うわ、雨やな。ポツポツ降ってんねんな。でね、今日ね行くところがね、紫陽花寺っていうね、言われてる、通称紫陽花寺って言われてる、観音寺に行きたいんですよね。どう行ったらいいのかな。ちょっと調べてみるか。え、これ切符どうしたらいいのこれ。切符。はい、伊佐駅からね1キロぐらいのとこなので15分ぐらい徒歩になってますね。雨がね降ってんねんな。それだけ心配ですけど、あの今日は紫陽花の、スケッチに来ました。なんかね、やっぱ紫陽花寺って言われるだけあってね、すごく綺麗らしいので初めて行くんですけど、ちょっと楽しみですね。でもしかしたらこれ雨やし、ちょっとねスケッチできへんかもしれんから、もしかしたらその時はもう絵の動画というよりはもう Vlog 的な感じで、あのこの福知山の観音寺のご紹介みたいな動画になるかもしれませんけどね。とりあえず行ってみたいと思います。雨がな、すごい自然豊かなとこですよ。何もない、自然以外何もない。ほんまに東舞鶴から電車でどうやら40分もかなんかな、30数分、来ました。すごくなんていうかな、何にもないとこです。正直ここに用事があることはないよね。なんか丸口言ってるみたいけど、すごく自然豊かなとこです。まあ僕の動画いつも見てくださってる方はもうね、先行して、その紫陽花寺観音寺の、動画見てくださってるかもしれませんけどね。どんなことなってたかな、絵描けてたかな、ちゃんと。さあ、ずん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 進んでいきます。おしっこしたいねんな。寺ついて早々しょんべんして大丈夫かな。バチ当たらへんかな。ああ、なんかあの、そうそう、小安地蔵っていうの、これも有名らしいねんな。小佐漬安山、へえ、縁ないわ。一番いらんご利益かもしれんな。なんぼなんでもパートナーおらんのに小佐漬けてくれへんやろ。
まあでもね、何やろ、絵描いてるとこ撮影ができんのがあれで、あれやけど、雨降ってる中アジサイ見るのもおつなもんですよね。どんなんなんやろな、楽しみやな。あ、あそこに書いてあるわ、ほら、花観音寺ね、丹波アジサイ寺って書いてあるね。 200m 先右。わーでもすげえ、もうこんだけ綺麗にね、ちょうど見頃ちゃう。アジサイ寺ちゃうけど、道端に咲いてる、ただのアジサイやけど、これぐらいに咲いてるってことやろな。ちょうどええやん。はい、ここを右曲がったりでな、観音寺、関西花の寺。アジサイ以外もなんか咲くんかね。どうなん、ちょっと大きいとこなんかな。手打ちうどんやってやってんのかな、あれ。あ、これか、知ってるぞ、ここ手打ちうどん、あそこ、うん、名前よ。あ、観音寺バス入り口とか、バスも出てんねんな。こんなとこなんや。普通のなんか、普通の住宅地みたいなとこ入ってってるよ。へぇ、すごい、普通の住宅地や。めっちゃ雨降ってきた。最悪。あ、ほらね、観音寺って書いてありますね。すんげえ雨。最悪や。今日ね、曇りになってたんやけどね、昨日天気予報見たら。くっそー。こんなとこお寺あるんかな。で、なんかね、4時までらしいので、今何時や。今12時半やから、まあ言うてもね、2時間ぐらいしか、時間ないと思うんですけどね。いやー、これ、厳しいかな。雨降ってるもんな。あ、観音寺公園やって。そこでおしっこさせてもらおう。なんか、さすがに寺へすぐ行って、おしっこするのも、罰当たりやし。よかった。ちょっと今見えたんやけど、すごいぞ。あれはすごいで。マジで、すご。あのさ、こうやってパッて今見たら、ほら。すごくない？うわ、きれい。これ絶対そうやん、これやん。うわ、きれい。これは見事やわ。あ、これ駐車場なんかな？あ、でも、見に来てはる人おるね、この雨の中やけど。うわぁ、これはええわ。すごい。うわぁ、綺麗。すごい繋がってる、ほら。へぇー。すごい。うわぁ、すごいわ。おっきいね、株がね。へぇー。この上なんやな、アジサイ寺。こう行ったらアジサイ寺が。ね、でもちょっと雨でね、すごくロケーションは悪いけど、アジサイに関しては雨降ってるから綺麗かもな。うわぁ、じゃあちょっとね、見ていきたいと思います。すごー、へぇ、霊園もあるんだね。うわぁ、きれい、すごい綺麗。僕の顔いらん？いらんよな。うわぁ、綺麗。ガクアジサイ僕好きなんですよ。これをね、今日スケッチしに来たんですよ。日本画にいいなと思って。ただ雨がな、雨降ってるからな。残念。すげえ。はい、雨なんですけどね、結構ね、県外ナンバーがね、たくさんいるわ。こんな雨の日に。見に来てはんねんね。へぇ、神戸とか大阪。あ、これや、アジサイ寺。ええやん。すごい、カメラ持ってる人が多いですね。はい、では入ってみたいと思います。これは配管料がいるんやったかな。あれでも受付みたいな、あ、これかな。おお、え、めっちゃ鶏の声する。めっちゃ鶏の声すんねんけど。うわー、雨なんか惜しまれるな。いろんなとこにアジサイ。ちょうど見頃やな。ちょうど見頃。あ、ここで配管料もらうやな。え、話しがいないの？すごい。へぇ。うわ、すげぇ。これめっちゃかけるやん。へぇ。おー、すげえ。めっちゃ話がある。
ジサイとニワトリ見れるのすごいな。けーな、伊藤若冲の日本語やまんま。めっちゃおるで、かっこいい、綺麗。何食べた何食べた。すごい、すごい。こんにちは、こんにちは、こんにちは、すんご、こんにちは。めっちゃ近くで撮れるで、ほら慣れてるね、人に。こんにちは、かっこいい。すげえ。話しがいってんのがいいよな。ママもおると。はい、400円を払って、配管料払って、中へ来てみました。あー、すごい。どっちから行ったんやろ、これ。うわ、すげえ。うわ。へえ、ここで、ここスケッチできるやん。雨宿りできるし。なあ。うわ、すごい。着物着てはるわ。きれい。あー。白ね、すごい、アジサイが咲いてます。すごいね、きれい。ほら、上まで全部アジサイ、すごっ。うわ、映り込んでんのも綺麗、すごい。へえ、ここね、これ本、ん？建物の一部なんですけどね。ここ座って休めるらしいですね。こう座ってこっちを見て楽しむっていう。いいですね。めっちゃ綺麗。一番いいと来たんちゃう？これ。ちょうど見頃。今ね、6月の20日、21か。なんですけど、ちょうどそれぐらいがいいかもしれませんね。すご。これが手水かな、手水車。うわー、すごい、めっちゃおしゃれ。ほら、アジサイのシーズンだけこうやって浮かべてあるのかな。すげー。で、こっちがね、あ、これ上がってったらゴンゾンさんがあるのかな。あ、すごい、鉢植えもあるわ。へえ、結構人おるね、雨やのに。鉢、蒸し暑いな、雨降ってるから。おお、すごい。へえ、結構立派やね。フル総本で、これがご本尊です。本尊11面千手千眼観音菩薩。ではでは、お線香しましょうか。私もこれ、どうすんのこれ。これか、開けて、50円入れて、ろうそく1本と線香3本持ったよな。はい。よいしょ。あ、ちなみに、撮影の許可はいただきました。これ3本一気にやってんかな。
小中ママの分まで。あたた、あたって、あたた、あたって。あたた、あたた、あっ。やけどしました。ありがたいやけどやな。はい、じゃあ、拝んで。はい、本尊です。本尊ご神言、オンバザラタラマキリクやって。これ唱えたらええんかな。お賽銭入れて。オンバザラタラマキリク。いつもありがとうございます。よし。じゃあ、あとは、いろいろね、見て回りたいと思うんですけど、手のやけどが痛い。すごい、でもちょっと雨止んできたな。もしかしたらこれ絵描けるかも。へえ、すごい、なんかだるまさん多いね。だるま堂とかもあったりして、これ買えるんかな。だるま七転び八起き、転んでも前向きでありたい、ええ言葉やね。あ、こっちもある。結構広いで、なんか自然いっぱいでね。手が熱いわ、痛いわ。あ、こっちも綺麗。結構いろんな形、色の種類のアジサイがたくさん境内にね、至る所にありますね。やっぱあれやね、アジサイ寺って言われるだけあるね。すごい、手が痛い。冷やしたい。あ、ここお地蔵さんがあるわ。あ、違うわ、お地蔵さんと。あ、何これ、すげえ。生まれ年によって違うねん。え、僕、馬これ。あ、そうそう、聖子菩薩なんですね、僕。恩三山作ソワカ。へぇ。恩三山作ソワカ。よし、噛まずに植えた。あ、ちょっと小雨になってきたので、ちょっとスケッチできそうなところ、やってみましょうか。うまくできるかわかんないですけど。あ、なんかちょっとスケッチできそうなとこ探したいと思います。この恥像、葉っぱが散るのはね、自分が滅びるためではなく、次の新しい命を育てるためなんだよ。へえ、かわいい、かわいいお地蔵さん。この紫陽花もかわいいやんかね、原種っぽくて。へえ、すげえ。これは来てよかったわ。雨に濡れた紫陽花っていうのがまたいいじゃないですか。合掌地蔵、手を合わせるとお地蔵様のような優しい心になれる。ちょっと喋り言葉が違うね、さっきと。あー、これもいい、こういうのも好きや。ほら、もうね、葉っぱちっちゃいの好きなんですよね、僕。ガクアジサイで、確かなんですけどね、ほんまはこのガクアジサイが原種なんですよ、こういうやつがね。で、もっと花をつけたい。花じゃない、額なんですけどね。なんか言ってるよな、このチャンネルでなんか言ってるよな。もっとね、この額を楽しみたいということで、改良されたのがこのね、まん丸のアジサイやったと思うねんな。まあ、これはこれでね、綺麗なんやけども、やっぱりこうね、額アジサイ僕は好きなんですね。なので、絵描くときも額アジサイ描きたいですね。日本画で。あ、こんなんもある。なんか珍しいね、これ。かわいい。これも色濃くて綺麗。あ、お、こんなやつもあるな。はい、ご本尊の奥はね、なんかちょっと古そうな、一番古そうな、なんかありますね。これなんなんやろ、だいぶ古いで。なあ、すっごい雰囲気ある感じですね。これ何なんやな、潰れちゃってて読まれへんな。あ、すごい、もう直置きなんや。へえ、これなんか下にさ、自販機の入れるとこみたいなのあるけど、これ違うよな、絶対100円入れてあるけど、誰か。こっちはお稲荷さんやね、お稲荷さんやっとこ。はい、一通り見たかな、一通り見たので描けそうなところでスケッチできたらしようと思います。でも、ね、人が結構多くてね、できへんかもしれんな。なんか、ね、400円払って境内に入ってきましたけど、入るまでもね、結構アジサイあるから
ちょっと見に来れる人はね、いいかもしれん。来たら綺麗。そんなことより手痛いわ。思っきりやけどした。これがアジサイ観音だな。地望観音、アジサイ観音は相性みたいなもんだかな。止まない雨がないように終わりのない悲しみもない。いいこと言うやん。これもちょっと、お参りしとこうか。優しい顔してはる。あ、アジサイ持ってんじゃん俺。え、違う。あ、何持ってはんの。アジサイちゃんあれ。へー、何これ。カーンしたらええんかな。ここを叩いたらええんかな。おお、すごい、ええ音。ちょっと待てよ、これ窓奥あるな。広っ。窓奥あるで。へえ、境内っていうか、まあ、山の一部なんやねこれね。すごい、至る所によく見ると幸せがいっぱい。なんか可愛いね、ここ。ゆるいな、言葉が。ええやん、なんか現代っぽくて。わあ、めっちゃ好きやわこういうところ。へえ、山やん。山、普通に山やな。わあ、息がある。へえ、綺麗。ちょっと雨で濁っちゃってるな。でも、おお、綺麗。結構ね、これ今日平日なんですけど、これ休日とかやったらすごい、これ人おるんやろね、いっぱい来るんやったら。結構ね、人気のお寺らしいので、来るんやったら平日の方がいいかもしれませんね。平日の今日でも県外ナンバーたくさんおったからな。上、小道になってるね。結構周り全部歩こう思ったら疲れますよ。結構広い。はい、アジサイの小道に来てます。すごい、ほんまに小道。アジサイが邪魔。うお、すげえ。へえ、あー、これ綺麗。これスケッチしたいけどきついかな、狭いな。人通りの邪魔になったらあかんからね、絶対ね。スケッチするときはそういうとこに気をつけながらするのがマナーですよ。うわー、綺麗。眺めがええな、こっちも。ほら、お寺とアジサイってめっちゃ合うよな。嘆きの展望台やって。何それ。あ、なるほど、石段は108段あります。石段登るたびに煩悩を一つずつ落とすつもりでお上がりください。煩悩が落ちると生かされていることの素晴らしさが見えてきますよって。じゃあ、せっかくだから数えてみようか。80、90、91、92、93、94、5。あれ ?105 段。煩悩3つ残ってもうた。すごい、なんかここ、しんど。煩悩3つ残ってもうたな。なんでやろな、ちょっと数えてきたんやけどな。まあ、ええか。オンカカカビサンマエイソワカ。言いにくいな。あ、エマが、ここで、ね、かけれるらしいですね。300円払ったら。なるほど。お金欲しいって書いたらあかんかな。煩悩だらけやないか。三つどころじゃ済まんぞ。はい、嘆きの展望台来ました。煩悩三つ忘れてきましたけどね。結構、景色いいですね。疲れた。しんどい。いや、いいお寺やったね。すごいいいお寺やった。アジサイの季節以外はね、ちょっと華やかさはなくなるかもしれんけど、なんかね、わ、すごい人いっぱい集まってきた。鶏が放し飼いされてたりね。
結構いい感じの、ね、空気がいいわ、すごく。なんか建物自体もね、古くてね、すっごい、まあ、来てみてはいかがでしょうか。とてもいいお寺でした。また来ます、僕も。はい、では、閉山っていうんかな、30分前まで迫ってきたので帰りたいと思います。いやー、でも時間足りんわ。めっちゃ良かったね。また来たい。近いうちまた来ようかな。すっごいええとこやった。アジサイ描くならもううってつけ。ずっと折れるで。今度は始発乗って朝早くから来て終わりまで折ろう。いや、よかった。はい、今スケッチを終えて帰っています。いやー、でも雨降ってきてね、帰る途中に書いてたんやけど中断せざるを得ませんでしたね。まあどうやろ、着いてから3時間ぐらい、2枚しか書かれへんかったな。撮影もあったんでね、今日はね。今度ね、もうほんまスケッチだけのために来ようかなと思いました。まあでももうアジサイで言うたらもうね、今日ぐらいがピークやったかもしれん。ちょっと枯れてるやつもあったりしてね。そう、もうちょっと早く知っといたらね、シーズン中に何回か来たんやけどな。いやでもね、すごい名所やってよかったです、ほんまに。で、今帰ってるんですけどね、あのね、無人駅みたいなとこ次の電車までね、1時間ちょいあんねんな。これがかなんねんって、ほんまに。まあでもあのスケッチブック持ってるから時間はなんぼでも潰せるので、そういうところ絵描きはいいですねホームでも描こうかな。いやー、まあ雨やったけどね、まあ良かった。でも今日は楽しかった。なんとなんと、1時間ちょい待たんなんと思ってたけども、1本早い電車に乗ることができました。おかしいな、僕調べた時に4時以降っていう電車調べたら5時40分のしかなかったんやけど、できへんかったんやけど、スマホでね、スマホで調べたんですけどね。で、なんか駅で待ってたら次は東舞鶴行きとか言ってね4時40分のに乗ることができました。1時間得した。4時以降やから4時40分出てこない、おかしない？なんでやねん。納得いかんけどね。まあ早く帰ってこれたのでよかったです。はい、こんな感じでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、なんかちょっとパラパラ降ってるけど土砂降りじゃなくてよかった。さっと帰りたいと思います。今日のね、アジサイスケッチの編集せなあかんし、はあ、よかったよかった。やっぱ明るいうちにね、帰ってこれた方がいいもんな。ボスニャンコがおるわ。ボスニャンコ。あ、逃げた。尻尾モップみたいやな。え？逃げた。はい、長い間最後までご視聴くださりありがとうございます。どうでしたか、アジサイ寺。めちゃめちゃ綺麗でしたよね。僕が一番いいなと思ったのが、なんかね、自然な風合いを残しつつ、いい具合に整備してあるお寺やなと思いました。そこが良かったですね、自然な感じで。今度はね、鶏を描きに行くので、また動画見てくださいね。